いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルアウディ A5 カブリオレを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス、左フロントフェンダーに飛び石、右ミラー、右ドア複数箇所、右リアフェンダー、左フロントフェンダー、左右サイドスカート、トランクパネル、リアバンパー複数箇所に線傷、左右ドアエッジ、右リアフェンダー、左ドア複数箇所、すべてのアルミホイルに傷、リアバンパーにへこみ、リアバンパーにへこみ傷がございます。走行距離に関しましては約4万3000キロ走ってるお車です。外装色はグレイシアホワイト、インテリアはアラバスターホワイトレザーが採用されております。アウディの人気車両 A5、 そのオープンモデルとなる A5 カブリオレでございます。こちらのお車に関しましては、スタイリッシュなエクステリアデザインと快適なオープンドライブが魅力の一台となっております。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーターをはじめ、数多くの快適装備も充実しております。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは2リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は211馬力でございます。また足元に関しましては純正の18インチアルミホイルが装備されております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましてはLED が採用されており、デザイン性に優れた一台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。オープンカーながら十分なスペースが確保された一台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはアラバスターホワイトレザーが採用されております。運転席側に若干の使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。また走行モードも用意された一台です。フロント両席に関しましてはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。ではソフトトップの開閉を行います。開閉に関しましても問題なくスムーズに動作が可能です。
こちらがハードトップを閉じた状態でございます。ハードトップの色に関しましてはレッドが採用されております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2016年モデルアウディ A5 カブリオレを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万3000キロ走ってるお車です。車検に関しましては2020年の9月まで有効です。快適のオープンドライブをお楽しみいただけるアウディ A5 カブリオレでございます。こちらのお車に関しましては211馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトクワトロシステムにより高い走行性能を発揮する1台となっております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。